うぷ主、今日は何する？そうだねー、しばらく忙しかったけど今日はやることないね。暇なら久しぶりにデュエルでもやるか。デュエルだって。今まで忙しくて何かを忘れていたような。なんだっけ、確か遊戯王関連だったな。今日何かあるのか。新しいパックでも発売されるの。霊夢のおかげで思い出したよ。今日はハイスピードライダーズの発売日だ。まったく、びっくりしたぜ。それなら、外に私の D ホイール止めてあるからそれで行こう。え、霊夢 D ホイール持ってたの。持ってるわけないだろ。普通に徒歩で来たぜ。おい、なんであたかも持っているかのように言った？一度は行ってみたかったんだ。それでさ、この前うぷ主が、ちょっと、二人とも歩くの早いって。あ、自動ドアに反応されないで突っ込んだって話でしょ。そうそう、私直接見てたんだけど笑いこらえすぎて倒れるかと思ってさ。うぷ主体力ないってレベルじゃないぜ。私たちは徒歩でうぷ主の家に来てるから体力落ちてないけど、ちょっとは引きこもりの体力を考慮して歩いてよ。ああ、そこの迷える子羊たちよ。え、なんだなんだ。ちょっと、マリサやばいって、気づかないふりしよう。なんか変な羽生えてるし。あなた方はこれからパックを買いに行こうとしていますね。ちょっと、どうして私たちが買いに行くこと知ってるの？霊夢の知り合いとかじゃねえよな。いやいや、全然知らないし、初めて見たよ。そして買ったパックの結果は散々な結果になることでしょう。お前さっきから何言ってんだ、しかもなんで先のことまで言えるんだよ。そうだよ、あなたは何が言いたいの？私は占い師、フォーチュンパチューリ、のお言葉を、あなた方に伝えているだけです。パチューリはあなた方3人の行動を投資し、その先起こることを予言したのです。そんなことができるわけないじゃないですか。普通の人ならできないでしょう。しかしパチューリは本物の占い術を持ったお方。あなた方の行動や思考など手に取るようにわかるのです。そこまで言うならそのパチューリってやつが本物なのか、実際に会って確かめてやるぜ。いいでしょう。私についてきてください。着きました。ここが占いの館です。おい、まだ昼間だよな。そのはずなんだけど真っ暗だし、いかにもな雰囲気。お化けなんてないさ。占いの館っていうより、お化け屋敷だな。ふふふ。それでは中に入りましょうか。この者たちを連れてきました。あなたたちがここに来るのもわかっていたわ。あんたがパチューリか。そうよ、私がフォーチュンパチューリ、よ。名前は可愛いのに、実際恐怖しか感じないんだけど。あら、何か言ったかしら。いやいや、何も言ってないです。ちょっと、一番前のあなた、顔色が悪いけど大丈夫。私こういう雰囲気とか苦手で来たことにひたすら後悔してます。まだそんなに怖がらなくても大丈夫よ。パチューリの占いを実際に目の当たりにしたらどうなるか。とんでもないところに来ちゃった。それじゃあ早速簡単なテストをしましょうか。私があなたたちにいくつか質問をするから、選択肢の中から選んでちょうだい。画面の前にいるそこのあなたも一緒にやってちょうだいね。それじゃあ、始めるわよ。その前に紙とペンを用意しておくといいわよ。用意ができるまでこの画面で一時停止してちょうだいね。ここの単語リストから直感で一つ選んでちょうだい。次に選んだものをイメージして関連があるものを一つ選んでちょうだい。さっき選んだものと関連があるものを一つ選んでちょうだい。最後の質問よ。一つ前のワードと関係するものを選んでちょうだい。
それじゃあ、あなたが選んだキーワードを当ててあげるわ。なぜあなたたち、唐辛子を選んでいるの？どう？当たっていたかしら？あなたたちも当たっていた。って、どこ行ったのよ？帰りました。はぁ？帰ったというより、テストに私も熱中しておりいつの間に逃げられました。はぁ、久しぶりのお客だったのに。今月も生活が厳しくなるわよ。また違う獲物を見つけてきますね。久しぶりに外に出たら散々な目にあった。あのままあそこにいたらどうなっていたか。さっさとパック買って帰ろう。だから言ったじゃない。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。